寒い。純ちゃんおはよう、おはようございます。今週で11月、確かに11月も終わりですね。早い早いよ。そう、昨日泉ちゃんの卒業の日でした。そう、色紙を渡させてもらったりとか、お花じゃない、十六期と、そう、十六期のずっとついてくださってたマネージャーさんとゆいりさんからの色紙とかかな。メッセージを書いて渡しました。めっちゃ泣いたな。なんかすごい同期がいなくなるってほんまに寂しいですね。寂しくなりますね。でも泉ちゃんの次の見つけた夢を応援したいと思います。じゃあおはよう、おはようございます。すごいすごいね、やられてる眠ったさんに。そう、朝でね、一部で終わるメンバーもいたのに、6部まで。そう、まったりとかしてて、太陽のような存在やったな。最後に握手会でめちゃくちゃすっごいいっぱいのファンの方とこうセレモニーみたいなのできてよかったです。
そう、泉ちゃんのファンの方ってなんか泉ちゃんに似て少しこうふわってしてなんてゆったりっていうのかなしてるけど、めっちゃ優しいし、そう素敵やなって思いました。今日見た時に、昨日走ってきてたね。うん、昨日ちょっといつもは30分とかなんですけど、昨日は50分くらい走りました。うん、結構な時間走れたから。おはようございます。そう、今日はまいちゃんの大切な日です。楽しみ。初出演するメンバーもね、いるので頑張ります。ちょっと結構自分も不安なんで、寒くないの、暖房つけてるなんて寒くないです。すごい、ここはできものができた。そう、今日はねちょっと時間短めなんですけど大丈夫ですか？なんか今日朝ね、昨日おとといは握手一部からやったんですよ。だからすごい5時起きとかやったんですよ。だからうわ寝坊したって思ったら全然大丈夫やった。そうだから良かったです。忘れたって思って、すごい握手の余韻がめっちゃ残ってる。なんか聞いた話によると、次のクリスマスが部数が増えてて、追加で部数が増えてて5部らしいです。すごくないですか5部。びっくりなんですけど、嬉しすぎて。お誕生日の方がいる。ちょっと待って、神知らんかった。なんか4部かなと思って、なんか部数が増えてるのだけは知ってたんですよ。だから4部かなと思ってて、
嬉しいと思ったらまさかのゴム。山根、あ、お誕生日おめでとうございます。ちょっと待って、名前が山根千穂さん、同じ名字。ちょっと待ってよ、誕生日おめでとうございます。はい、山根千穂さん、お誕生日おめでとうございます。すごい、昨日当日誕生日の方もいらっしゃったの。そうそう、じゃあ今日はねこの辺で、ちょっとあっという間なんですけど、やることが多いので今日はこの辺で終わります。ごめんね、ちょっと12月の8までやることがめちゃくちゃ多すぎるから、あのもしかしたらこう配信がこういう感じになっちゃうかもしれないんですけど、そうそう、いろいろあるので頑張ります。じゃあ順位発表します。第13位福井のパーフェクトズンデンさん、おきに。12位フスクスアットマークズンチャンズさん、おきに。11位シュクアバター完成スーハ超絶推しオレンジアットマークズンチャンズさん、おきに。第10位クボズンアットマークズンチャンズさん、おきに。9位紳士な牛羊さん、おきに。8位ムービングさん、おきに。7位ずっとずっとズンちゃんのたもちゃんさん、おきに。第6位のだちアットマークズンちゃんズさん、おきに。第5位川瀬さん、おきに。第4位ゆぽアットマークズンちゃんズさん、おきに。第3位ぐわしさん、おきに。第2位ほたるアットマークズンちゃんズさん、おきに。第1位 YST よしかずさん、おきに。毎度おきに。そして短い時間やのにこんなにたくさんのギフトありがとうございます。バラとハートと花束だるまちゃんありがとうございます。そしてお星様もたくさんありがとうございます。そして1951人の方も来てくださってありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で配信あるんですけど、また明日朝かな、ちょっとわかんない、夜かもしれへん、夜だけかもしれへん、だからよかったらまた見てください。じゃあ今日はこの辺で終わります。バイバイ、今日は公演頑張ります。バイバイ、ありがとうございました、来てくださって、またね、バイバイ。